リフレインラブ2 22回目、明けましておめでとうございます。昨年は女子大生ブルマで終わり、2019年、今年は女子大生ブルマから始まるというですね、ブルマ始めで始めちゃう、そんなリフレインラブ2、そんなってのはちょっと違うんだけど、どうぞ今年もよろしくお願いいたします。素直さんルートですよ、進めていきましょう。5月に入りゴールデンウィークの始まりです。素直さん誘っちゃいましょうか。これちょこちょこ誘ってますけど、でもデート誘った時店大丈夫なんすかね従業員が一人のように思えるんですけど、あのお店。素直ですけど。あ、素直さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。お昼からにしましょう。はい、どこ行く？どこ行きますか。あと行ってないところがまだちょこちょこ、あ、そうだ、ババビルで。今回も例によってですね、マイミーから世界のヘビ展のチケットをいただいてるんで、いいわよ。素直さんヘビ好きかな、どうだろう、行ってみましょうか。お昼ちょうどよかった。素直さん今来たとこなの。今日もいいオーダーでございます。似合うね、ポロシャツがね。さあさあ、ババビルどうかな。意外とでもヘビ好きだったりしないかな。行ってみようか、誘ってみよう。ヘビ展のチケットが、生きている世界のヘビ展を見に行かない？ヘビね。おお。いいわよ、入りましょう。初、今までね、みんな何それみたいな反応だったのに、素直さんやっぱさすが度胸ありますね。もう完全にヘビじゃないな、聞こえしてますけど。ヘビ好きっすか？見て見て、このヘビ。お牛なら丸飲みですって。え、そんな、探検隊シリーズに出てくるような、でっかいヘビが出てくるんですか？うわー、見てよこれ。真っ赤なヘビ。すごい。めっちゃ楽しんでるじゃん。ハマってる。そっか、ヘビ。なんか面白かったね。ヘビ店のチケット、素直さんには有効だったんですね。あー、よかった。おー、素直さんだけかな。あと他にもでも、またね、ヘビ好きな子いるのかな。いやー、でも今日はありがとうございました。いいスタートになりました。本日土曜日、デートには誘わず喫茶店に顔を出しに、あーブッシャー行かれたね。うわ、これだー、ごめんなさい水ぶっかけられちゃった。風邪ひいちゃうわ。入って入って。そうかそうか、これか。ぶっかけ素直さんか。ぶっかけは良くないな。あ、でもこれは羨ましいね。冷たかったでしょう。素直さんに拭いてもらえるとは、なんと素晴らしい特典でございましょう。こんなんで良ければいつでもね、ぶっかけてほしいですね。油断禁物。帰って今頃が危ないんだから。ごめんね、ほんと。素直さんの後ろ髪が好き。このなんかちょっとくるっと跳ねてる癖っ気みたいなところ。お詫びにおごらせて。あ、いいんすか。あー叫ぶなよ。だからデート1回ね。え、あれ、どうしよっかな。でもこの反応ちょっとなんかいいわよ。敏感敏感テンションが、おい、その代わり新年お店が休みの火曜ね。え、火曜、あ、いいですか、そんな平日に。じゃあタイミングを見て誘いに来るよ。これはいいフラグになるぞ。かな、やったね。ヘビ店行こう。ヘビ好きですからね。11時半、行けるね、喫茶店ね、行っちゃいましょう。さあさあ、今日はじゃあ2回目はどんな感じ。いらっしゃい。あ、一人、うん、今お客さんいないから好きなとこ。この時間帯にお客さんいないって喫茶店としては大丈夫なのかな。あ、でも入ってきた。あ、いらっしゃいませ。動く素直さん、いいな、素直さんアニメーション。あ、たくさんのお客さんたちが、いっぱい客が来た。素直さん、俺帰るよ。あ、ごめんね、気使わしちゃって。お、今度サービスするから。デート1回で。12時半、
さてさて、お店の様子はどうでしょうか。あかねちゃん今写真撮ってたんだよ。そうだね、あかねちゃん今来てますもんね、こっちね。砂お姉ちゃんもはるかお姉ちゃんも笑って。うん、フィルム買ったんだね。こう、はぁ、その調子、その調子。こういうね、おとぼけな感じがほんとたまらないですね。おー、いいツーショット。いい感じ。うん、できてんな。あ、やっぱこう見るとでもやっぱ砂尾さん背高いですよね。170センチだからね、はるかさんと比べると。いや、この2人同級生コンビ好きだわ。うん、この2人がくっつくってのもありだね。春砂始まっちゃう。お兄ちゃんも撮ってあげる。あやかし人間、砂尾姉ちゃんと春砂で。お姉ちゃんどっちがいい。あ、これ前の時は陽子ちゃんルートの時ははるかさんと一緒に撮ったんですよね。両天秤はダメだよ。両天秤はね、どこで覚えるのかしら、ね、そんな言葉。うん、バッドエンドを迎えちゃうからね。それに二人で撮った方が思い出になるんだよ。うん、わお、あかねちゃんおませ。おませさんだね。そうだな、今回はじゃあ砂尾さんとのツーショットチェキをチェキーのほどで並んでください。よろしくお願いいたします。チェキ代お支払いいたしますんで。こんな感じ。首に腕回したりして。首って結構大胆だね。砂尾、あ、怒られちゃった。いい感じです。いい感じです。あかね、かわいいな、あかねちゃんはいい意味で盛り上げてくれますね。おお、ラブラブな感じが出てるじゃない。出ちゃった、ほらもうおっぱいが。肘におっぱいが。あ、この主人公の左肘になりたい。素直さんいいな、はっちゃけてんな。人も羨む中に見えるよ。あかねちゃん、さっきから言葉選びどうしたよ。記念にもらっちゃおうっと。ツーショット、いや、いいな。素直さんは過去にどういう恋愛とかをしてきたんですかね。なんかそういうところもちょっと気になりますよね。ありがとうございました。でも25歳ですか。日曜日、今日もあえてデートは誘わず喫茶店の味をね、コーヒーを堪能させていただこうかなと。 お兄ちゃんだ。あかねちゃん、そうなんだよね、あかねちゃんが来てるもんで、あかねちゃん関連のイベントがいろいろあるんじゃないかなと思いまして。よかったね、あかねちゃん、ボーイフレンドよ。あかねちゃんルート行っちゃいますか。ボーイフレンド違うよ。何、あかねちゃんまで照れちゃって。俺は全然ありだよ。ありじゃダメだよ。お兄ちゃんコーヒー、はい、こんな、あかねオレンジジュースあったんだ。うん、問題です。え、はるかお姉ちゃんが好きなのはなんだ。なんだその問題。コーヒー、紅茶、ウーロン茶。はるかさんか。はるかさんまだ攻略してないからわかんないな。でもなんとなく紅茶のイメージがあるかな。当たったり。当たっちゃったよ。よく知ってるね、お兄ちゃん。うん、勘だけどね。かねちゃん可愛いですね。ありがとうございました。砂尾さんに嫉妬されちゃうんじゃないですか。こんなイチャイチャしてたら。3時半行きましょう、喫茶店。さあさあ、なんかあるかな。カフェイン中毒です。もういらっしゃいませ。もはや俺はコーヒーを飲みすぎて。おー、近い。あれ、何これ、どうしたのそれ。かわいい。砂尾さんって立ち絵結構動きますよね。俺なんか変、背中タイヤの跡ついてるわよ。あ、さっきね、あれですよ、探偵イリキ、イリキなんだっけ名前忘れちゃった、あいつに引かれたんですよ、バイクで。うん、まあ、あるいはあれですね、あの子たち、ありがとうございました。名前出てこない。一条姉妹にもらった T シャツをね、車に引かれちゃったっていう。あ、そうだ、カオル子ちゃん、スミレ子ちゃんだ。そうだ、詳しくは二恋。どうぞよろしくお願いします。両天秤でプレイしておりますので。明日もお休み。明日はそろそろデート誘っちゃってもいいかな、砂尾さん。あと行っていないところは、ゲームセンターと、映画館か。はい、砂尾です。はい。ちょっと待ってて。何何何してんの。お待たせお待たせ。いやらしい子。いやらしくねえ。
なんで何してたんだろうね。明日デートしない？どうかな。行きましょう。お、お昼からにしましょう。嬉しいね。どこ行く？そうですね、じゃあ、あ、水族館行ったか。映画館。おどうでしょうかね。いいわよ。素直さんと映画館。素直さんの映画の好み、意外と B 級ホラーとか好きそうだけどね。明日ね。はい。え、今この明日ねの後の、え、明日ね、映画映画よかったね。映画よかったね。映画素直で今年も空回り気味でね、空回りラブで、空回りラブ2でございます。さあ約束のお時間、来た来た。素直さん、今日もよろしくお願いいたします。はい、映画館どういうのが好み？あ、出た、とどめちゃんいや意外ととどめちゃんいけっかもな。 SF 映画ワイルドスティンガー、なんか SF って感じでもない気がする。とどめちゃんちょっと試しに行ってみますか。だって他のキャラクターでも考えた時、とどめちゃんが好きだと思うキャラって他にいない気がするんですよね。素直さん用じゃないかな。とどめちゃん行ってみよう。あー、これこれ見たかったんだ見たかったんかいマジか、素直さんの好み分かってきちゃった。おーすごいね、これぶっ飛んでんな。メガネっ子の子がいいな俺全然物語は分かんないんだけど、とどめちゃんの、はい、これ見てるの大人にも世の中わかんないもんね映画自体はつまんねえのかよハードル上げてたのかな。うーん、素直さん残念だねとどめちゃんやっぱり誰用だかわかんないわ。ナッキー、こんにちは先輩やっぱりね、ナッキー始めをしておかないとね。2019年、あ、ニッコリナッキー。土曜日お昼です。今日は喫茶店行っちゃいましょう。さあさあ、そのおさん、今日はどんな感じでございますか。いらっしゃい、ようこちゃん来てるわよ。ようこちゃんよく来てるね。あらあら、よく会うね本当にね。うふうに笑ってるけどさ、うん、終わりかい気まずいんじゃない、仲悪いんじゃないの。いつもありがとう。いつもありがとうって言ってもらえるの嬉しいですね。なんかいつもこうやってこの一言があるの嬉しいな。ありがとうございましたの後に、うん、そりゃね通っちゃうよねこのお店はね。多分俺以外にもきっと素直さん目当てでこのお店に通ってる人って相当いるんじゃないかな。最初にマリーがね、挑戦してみるみたいにふざけて言ってたけど、やっぱ挑戦者ライバルは今回多いように思いますね。って言いながらずっと砂尾さんの店あ、やっと入れたずーっとね丸ボタン押しっぱなしだったんですけど、あ、何してんの、あれ何この空気どうした、はるかさん。確かに見たの、間違いなくあの人だった。あ、これってもしかしてあの OCT の話ですかね。気のせいよ、そんな偶然あると思う。この二人やっぱいいな、いいコンビだな。でも素直と私は再会したじゃない、偶然でしょ。確かにそうだけど、うんうん、ねえおみつ忘れなさいよ。なんかその OCT の人とね、あんた変に背負い込みすぎてるって。過去にお付き合いをされてたんだっけおみつは。私ももう忘れるから。え、こちょっと重いな、何があったの過去に。ごめん、この二人はねお互いのことをよく知ってますね。おー、意味深なイベントですね。うわー、見つかっちゃった。覗いてるとようこちゃんかい。こんにちはもうどうしたの、間が悪いというかよく会うな、ようこちゃん。お、素直さん、あら、いらっしゃい。あ、二人揃って、もう。これかわいいね。違いますよ。
偶然ここで会っただけですそんな別に否定しなくてもいいじゃない。そうそう、ははは。素直、さっきの気にしないで、うん、私どうかしてる。はるかさんの悩みもね、そのうち何とかしてあげたいな。分かってるって。じゃあね、毎度お三つ。素直さんも優しいな。事情は分かんねえけど、事情は分かんねえけど優しさに溢れてる。何があったの？場所だな。そういう場所になってるのはやっぱ素直さんがいるからこそですよね。ありがとうございました。この問題は一体何なんだろうな。明日は日曜日、デートの電話をしちゃいましょう。あと言っていない場所はゲームセンターですね。素直さんゲームも得意そうだな。この人苦手なことってあんの？あ、ごめん、キャッチオン。キャッチオン、ね、誰かが電話。お待たせ。キャッチオンってなんかちょっと時代を感じるな。明日どうですか？行きましょう。はい、お昼からにしましょう。キャッチオン誰からだったんだろうな。あとじゃあ行っていない場所、ゲームセンター。うん、いいわよ。スノーさん、明日ね、どんなゲームが好きなのかな。ここ今聞こえたかな。明日ね、エガスノーさんのエガーがたまらないですね。エガースナオさん、はい、空回りラブ2 もう分かったっつんだ。今日はデート、あれ、スノオさん遅刻。あれあれ、珍しい。どうしたの？あ、来た。お待たせ。あ、怒ってる、その顔って。スノオさんの顔見たら機嫌直ったよ。え、もうそのパターン弱いの？あこれいいね。このなんていうの、なんていうの、わからない。こういう恋愛のパターン、なんていうの。いいなあ。この状態でラブラブ相性診断やったらどうなるんでしょうかね。これでも結構ランダムなんですよね、相性診断。やってみよう。あ、でもこれで素直さんのフルネームわかるんじゃないですか。まあ好きなんだから。好きなのはおめえだよ。おめえのことが好きなんだよ。まず女性の名前、あ、うぴっぴっぽっぴすなお。ごまかされた。はい、ぴっぴっぽっぴすなおか、フルネーム。ゆすくです。さあどうなるかな、相性診断頼むよ。ちょっと、もうこれ出てきた。どれどれだと思ってた。馬合うもんね、私たち。もう少しで恋人同士、これからが本当の恋。相当ね、バランスもいいんじゃないですか、五角形も。おー、もういい結果出してくれて、空気読んでくれたね、相性診断。フルネームは分かんなかったの残念だけど、とっても楽しかったわ。うん、それじゃあいい一日でした。土曜日、今日は素直さんの喫茶店。これ名前なんて言うんだろうな。喫茶店の名前書いてないな。いらっしゃい。あ、来ちゃいましたよ、今週も。あら、またいるんかい、陽子ちゃん。素直さんコーヒーくださいって。もう俺も構わないんだね。はーい、陽子ちゃん、もう無視すんじゃないよ、陽子ちゃん。あ、でも一緒の席にね。昨日、うん、ほら公園あるでしょ、そこ散歩してたの。マイスル公園ですね。マッシーが出現したという。マイミーとばったり。マッシーじゃなくてマイミーか。いきなり庶民に金持ちの世界を見せてあげるわとか言われて拉致されちゃって。何その話。拉致されちゃってってどういうことだよ。洋服のこの襟のところ掴まれてズズズズズって。何そのすごい面白い状況。でね、彼女の家ってすっごく大きいのよ、池に錦鯉いるし。500万の錦鯉、そんなのいるの。へー、そんな感じ。マイミールートの時はちょっと一回ね、ああいう世界行ってみたいですね、マイミー家にね。マイミーともしくっつくことがあれば、はい、逆玉。あ、ケーキ頼んでないですけど。あ、ケーキサービスですか、スノーさん。サービス、もうサービス。ありがとうございます。でも
も太っちゃうな。陽子ちゃんそんな気にしなくても大丈夫。けど食べるんだろう。もちろん。こういうとこ可愛らしいですね。いやしかし500万の錦鯉すごいな。ありがとうございました。いつもありがとう。こちらこそいつもすんません。なんかいつもすんません。お、今日はレンタルビデオ屋さんで。おとなしく寝るわ。素直さん、じゃあね。ビデオ借りに来たんだ。今日はでも不作、とどめちゃんしかなかったのかな。素直さん何借りに来たのかな、気になるわ。でちょっと俺もねビデオ屋さんで、あれですね、アダルト、喫茶店物を。喫茶店物ってあんのかな。ご注文は素直さんで。ごち砂を借りていこうかと思うんですけども。日曜日、ご注文は素直さんで。さあさあ、でももうハートかなり溜まってましたね。もうでもデートは全部行ったよね、場所はね。はい、素直です。あ、ごめん。またキャッチを。キャッチを。ちょっと待ってね。人気者だな。ごめんね。でも本当女性からも好かれるタイプですよね、素直さんは。お店休んでいくわ。マジっすか。なんか申し訳ないな。お店夕方にしない。あー、夕方になった。ってことはあ、え、カラオケ、カラオケあり、このパターンどうなのかな。うん、いいわよ。おお、楽しみね。素直さんの歌声が聞ける、楽しみね。じゃあ夕方4時桜崎駅で。じゃあ明日ね。この後。何歌ってくれるのかな明日。ピポちゃんセット聞きたいな、素直さんの。夕方4時桜崎駅。時間通りね。やっほー。さあ夕方のデートになりました。今日はカラオケ。いや楽しみだな、素直さんの歌。これは嬉しいわ。今日のリクエストベスト3は、お、 SRP ネクタイ戦士シャイン2人のストロベリートーク。SRP ってどんなんだったかな。普通のポップな感じだったっけ。シャインはシャ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 イン。ここはやっぱストロベリートーク。これなんか女の子の可愛らしい感じでしたよね。これ聞きたいな、素直さんお願い。2人のストロベリートークをリクエストしますよ。それそれ。お、もうマイク離さないから。マジっすか。お箱ですか、素直さん。これはどんな感じ。かわいすぎるわ。その恋に彩る運曲も相まって。いいな、素直さんの歌声。あ、評価はでも最悪だ。いや、うまかったよ。うまかったけど、ちょっと少女の歌を歌うには年齢があれだったかな。いやいや、そんなことないよ。砂川さんはいつでも少女、女の子なんだよ。年代。本当にね。いや、でもまた長女も砂川さんとカラオケ来たいですね。いろんな曲聞きたいですよ。それこそピポちゃんも楽しかったわ。はい。素晴らしかったです。ありがとうございました。あれ？あ、なんだこれ。火曜夜、そういえば砂尾さんとのデートの約束をしてた。あれか、あの水をねかけられてデートの約束するみたいなこと言ってましたけど、今日あたりいいかな。おー、マジか。平日の夜デート、電話かけちゃう。ちょっとちょっと、これはドキドキするな。はいはい、いつものデートこっち。自分のこと砂尾さんっていうの可愛いですよね。この前のデートの約束、今日はどうかな。行きましょう。おー、即 OK もらっちゃった。じゃあ迎えに行く。いいわよ。すぐ行っちゃう。砂尾さんの家って近所だった。マジっすか、家行っちゃうんすか。おー、こんばんは。砂尾さん、待ちきれなくって。ちょっともう結構砂尾さんももうノリノリじゃないっすか。夜のデート初めてだな。焼き鳥食って、舌が回ってない、興奮しちゃって。焼き鳥食ってストレス発散しよう、カクテルバーで心静かに。素直さんの場合焼き鳥じゃないっすか。いや、でもデートでしょ。デートならカクテルバー。
あら、これもう上がりました。両パターン見ましょう。まずは焼き鳥ルート。いいわよ、行きましょう。焼き鳥ってことは日吉丸じゃないですか。あ、そうですよね。多そうね。あれ、今日は人多い。座れるかな。砂尾さんとでもお酒を飲みに行くのは初めてですよね。この人お酒どうなのかな。いらっしゃい、けいちゃん。おいおい、本当かい。おいおい、なんだちょっとその意味深な感じ。どうしたの、けいちゃん。見せつけちゃってる俺。素直ちゃん、誰にも落ちないんじゃなかったかい。おい、ちょっとそんなこと言ってくれちゃってさ、けいちゃんたら。素直ちゃん落ちちゃったんで。それは男連中の負け惜しみでしょ。いらっしゃい。とりあえずビール。の負け惜しみ、やっぱ素直さんってもう桜崎のもうヴィーナスなんですね、みんなの。さーて、桜崎の姫。やった。素直さん、いやでもこの子と一緒に居酒屋で二人でいたら、俺は自慢できるというかね。ね、素直さんって恋人はいないの？素直さんって誰にも落ちないの？誰にも落ちないのかな、聞いてみたいな。これなんかいい回答を得られそう。誰にも落ちないのかい？反応が可愛すぎる。あ、やあね。え、私とって恋の一つや二つ。一つや二つ。ちゃんと好きな人にはメロメロになります。あら、イヒヒ。新年最初のイヒヒいただきました。じゃあ俺にもチャンスがあるのかい。さあ、それはどうかしら。小悪魔だなこの子は、本当に恐ろ。あ、もちろんよ。イヒヒ。もう新年2発目出ましたね。ちょっともうこの子すごいな、素直さんの破壊力。楽しかった。っか、収録してんの今、これ真冬ですよ。言っても汗がすごい、俺の素直汁がすごい。え、じゃあちょっとこれね、焼き鳥日吉丸楽しんだんで、カクテルバーも行ってみましょうか。時を巻き戻して再び桜崎の姫と、今回はカクテルバー。こっちも気になりますよね。行ってみようか。いいわよ、行きましょう。はい、いやこれは両パターン見ないとね。入りましょう。素直さんとカクテルバーか。カクテルバーに行く服装じゃないけど、あ、こういうくつろぎタイム大切よね、とっても。普段とちょっとね、このギャップがいいですね。スノーさん毎日働き詰めだもんね。一人きりの仕事って寂しくない？そうだよね、あの店ずっと一人だもんね。寂しくないよ。うん、寂しくなんかないわ。おお、あなたが来てくれるから。イヒヒ。はあ、からかわないでよ。あら、本気だ。え、イヒヒ。もう俺死んじゃうんじゃねえかなこれ。スナーさん、ありがとう。楽しかったわ。おやすみ。いいイベントでしたね。おやすみなさい。疲れたわ。それじゃあ今回はこの辺ででございます。いやー、スナオさん、スナオさんはやっぱりこう名前の通り素直、素直さんですよね。素直さんだな。いやでもこの方がデレデレに出れるところっていうのは楽しみ、見てみたいですよね。いや素晴らしかったね、本当に。変なテンションで申し訳ありませんでした。2年半前から変なテンションで申し訳ありません。変わらずに2019年もこんな感じでやっていきます。以上です。ご視聴いただきましてありがとうございました。ビリングスマイルウィズユーテモロー、今年もヒーロータンです。